けよな、相手がオリオールズって。そうですね。ただ俺もとにかくオリオールズおらんけどね。オリオールズかすごいよな。こん時の気持ち聞きたいな。どんなんな本当に。いやもちろんやった時は達成した時はめちゃくちゃ嬉しかったですけど、うん、できるってやっぱ思ってなかったですね。最後のやっぱバッターもセンターフライだったんですけど、うん、打った瞬間あ落ちたと思ったんですよ、うん、あっと思ったんですけど、まあ後ろ見たらまあもう入ってたんで、うん、なんか全然それでまあ嬉しかったですけど、あの時は確か20連戦中の最後の試合だったんですよ。もう20連戦目ぐらいの時で、うん、僕も投げたの結構しんどかったんで、うん、あのもう7回ぐらい抑えた時に変えてくんないかなみたいな、うん、ノーヒットやろ、ノーヒットやろ、もういいかなってやっぱ思ってるぐらい。その時球数何本ぐらいやったの？100球ぐらいです。ちょうど100球アメリカってね、その7回例えば1安打で100球って交代してるよね。交代してます、うん、だからゼロはノーヒットやったから投げさせたんですね。そうです、はい、間違いなくね。はい、なんかもうそんな感じですね。ずっと、まあ、しんどかったって部分もありましたし、大体もう100球で、うん、まあ、7回100球投げれればっていうような自分のこう先発ピッチャーとして の、うん、あのミッションって考えてやってたので、まあ、もうクリアしてたし、もう仲良くずっと投げてきたからもういいかなって思うぐらいな感じだったんですけど、うん、まあ、もう気づけばノーヒット で、うん、でまあ、ファーボールとデッドボールで4つぐらい出したんで、うん、あんまりこう自分がそういう、あ、抑えてるっていう感覚はなくて、なくて、うん、で3対0でしたし、うん、まあ、オリオールズでやっぱマーチャドもいて、うん、アダム・ジョーンズと、うん、いい選手がやっぱクリス・デイスと、ね、うん、いるチームでしたので、やっぱ一発も怖いし、うん、っていうのがあったので、 なんかやっぱりちょっと気をつけながらずっとこう丁寧にコントロールをちょっと荒れてたんですけど、うん、その荒れてたのが多分良かったと思うんですけど。クマちゃんはでもコントロールのイメージが俺は強いねんけど、あ、見てる人も多分クマちゃんはコントロールってイメージあると思うんだけどね。その荒れてるのこの日はちょっとストライク率がちょっと低くてフォアボールも出してたので、うん、その分バッターもこう絞れなかったっていうのもあると思うんですけど。